さあ始めていきましょう。信長の野望波動ということで、今回はシーズン6に入りましたので、ガチャ回していきたいと思います。イエーイ。はい。というわけでね、シーズン6ね、入りました。私は、こちら今回は徳川家ですね。徳川家の、昔からね、一緒になってた一門、武将祭りさんにお世話になることになりました。本当はね、今期、どこにも入るつもりなかったんですけど、まあ、一応ね、スタートはここから行こうかなということでね、はい。アクティブにどこまでできるかなというところでございますが、ひとまず入れていただきましたんで、やっていこうかなと思います。で、今回ね、余談ですけど、初めてね、開始1時間ぐらいで、B 資源値が取れるぐらいまでね、まあ、要は重課金ムーブというのをかましてみたんですけど、屋敷レベル10に行くのに、小判がだいたいね、1万弱ぐらい使いました。はい。無償小判1万弱ということでね。まあ前回の公式生放送のね、ハイ&ローの補修とかも含めてね、小判をね、全突破して、屋敷レベル10に上げたんですが、はい、良い子は真似しないでください。というわけでね、シーズン6で入ってきた武将をね、見ていきましょう。はい。シーズン6ね、天賦巨悪が真田信行さん、真田幸村さん、そして本田小松さんに、本田忠勝の別バージョンが出てきたというところですね。850に関しては、こちら。なんと、あまりトレースということでね、武田の武将ですよね。宿老だったと思うんですけど、武田信玄の前のね、武田信太郎の代からね、仕えているような人になりますが、なぜあまりだそしてもう一人ね、板垣信方からと思いきやね、もう一人は、850の武将は、オブトラマサですね。ごめんなさい、800でしたね。SL の800の、オブトラマサさんが今回 SSR でね、はい、焼き増しされたというところでございます。どういうつながりだね。サラダ家大名家出てきたからさ、せめてサラダ家のなんか矢沢さんとかさ、そっちからと思ったら、あまりにね、しかもね、オブトラマサなんだよね。確かあまりさんと通用なすね、まあ、宿老といったら板垣信方さんかなと、個人的には思うんですけど、そこでもねえんだと思ったところですね。でね、これね、思ったのが、シーズン1の武将そのままに、プラスしてシーズン2武将が今回追加になってますね。なので、シーズン6の武将どこまで当たりやすいのか、といったところはね、こちら提供割合見ていきましょう。通常枠で、シーズン1武将やめない、本当に。もうね。俺てっきりシーズン1武将なくしてね、シーズン2とシーズン6かと思ったら、あれやりましたよ、これやり上がりましたよ。シーズン1にプラスオンしてシーズン2武将が乗っかってきたんで、これよりね、シーズン6の武将当たりにくくなったんじゃないかなと思いますね。確定枠で 1%。今までどんぐらいだったっけ？なんかもうちょっとね、割合が高かった気がするんですが、これやってくれましたね、多分ね。はい。皆様ぜひね、コメントお待ちしておりますと。まあでもね、今回ね、シーズン6ね、始まったばっかなんで、いつも通りね、はい、全武将出るまで引けたらいいなというところですね。まずね、今期の運を決める、1回無料、これでね、真田幸村さんをね、バシンと当ててね、おー、実況者さすがやとね、言わせていきたいと思います。はい。誰に？さあやっていきましょう！ほい！まずはここで光ってね、SSR が出てくるなんていう、そんな都合のいい話はありませんでした。はい、ゴリゴリの茶色い筆がね、触れてるところですね。噛んでないよ。まあこれポチャンってきてね、真田幸村みたいな。はい、槍の渡辺守綱さんからスタートでございます。まあでもね、前期に133枚、名将という以上貯めました。そしてね、はい、破行東洋もね、ありますね。前期シーズン5ね、八方破りさんという一門におりましてね、一門勲功、確か3位だったかな、入っておりましたのでね、こちらありがたくね、破行東洋もね、できたらやろうかなと思います。さあ、というわけでまずね、10連引いていきましょう。来い！今回はなんかね、すごい当たる気がするとね、これはね、シーズンがね、始まるたびに言ってる気がしますが、早速黄色い、そりゃそうだ。10枚に1枚はね、金武将が出てきますので、巻きたいですね。いやー、でもね、SR 以下ね、見たんですけど、SR 以下はね、シーズン1からずーっと変わってないんですよね。そろそろ SR 以下もさ、ちょっと一新してくんねえかなと思うんですけど、皆さんいかがでしょうか？おー、発足？はい、オブトラマさんですね。あれこれもしかしてあれ ?CV 道坂さんですか？なんか聞き覚えのある CV なんですけど。あ、違いました。ごめんなさい。はい、というわけでね、20連目いきましょう。さあ、全部勝で、当たるまで引いていきたい所存ですが、筆は光らない。はい。まあ、最近でもなんかね、筆が光らなくてもね、テンポ900出る時もあった気がするんですけど、気のせいでしょうか。さあね、シーズン6ですね。始まりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。2024年2月の28日ということでね。今年ね、4年に1回ウルド氏なんでね、あまりさんが来たー。29日まであるんですが、さあ、最先記録で、なんと20連で、アマリさんと、オブトラバサさんがね、パンパーンと当たりました。これは、今期ね、新部賞、かなりいい感じで当たってるんじゃないでしょうか。ちなみに、テンポ800のアマリさんとオブさんは、1% と、オブさんが 1%、1.6% ですね。アマリさんが 0.6%。かなり引きがいいんじゃないでしょうか。さあ、ここでね、そろそろテンポ900ね、パーンと、野良テンポ900、サラダ駅バラパーンって当てていきましょう。はい。噛みましたが、えいですね。いやー、でも今日なんかね、結構、いい感じな気がしますね、はい。ね、先月ね、やっとね、私はね、初詣行ってきました。はい。1月のね、末ぐらいにね、初詣行ってきて、初詣からね、初詣って言うのかなわかんないけどね、見事大吉をね、おみくじで当てましたんでね、このガチャもね、しっかりと当たることでしょう。はい。中身ゼロのね、会話がずっと続いておりますが。三好さんか。だからシーズン1いらんねんって。もうさ、公式生放送の方でさ、シーズン1部署、に変わってみたいな雰囲気でさ、喋ってたんですけど、シーズン1プラスオンでシーズン2部署が出てくるんですね、SSR ね、今期。いや、これあれじゃない、今まで以上に当たりにくいんじゃないかな、SSR。なかなかね、ちょっと残念かなと思いますけど、さあ、札は光っているんですが、なかなかにして、SSR テンポ900はまだ来ないというところですね。いやー、名称豊城持ってる限りでね、なんとか引いていきたい。おっとおーうそよえ、筆光ってなかったよね。なんかさ、札が光ったり筆が光ったりとか、あれ、結局何なんだろうね。やったーマジかそうですね、はい、テンポ900で、50枚で1枚確定のやつではなく、普通に、サラダキムラさん来ました。ほら、来たやっぱりおみくじ効果ですね。2024年ね、いい年になるんじゃないでしょうか。いや、ここのね、ガチャの引き次第でね、シーズン6私頑張りますよ。やっぱりね、信長の山波動何が一番楽しいかってね、このシーズン始まった初日ですよね。特にガチャを引く方はね、すごいね、新鮮な気持ちになるかなと思いますし、まだね、どこの戦力が一番強いとかね、まだわかんないところでございますんで、やっぱりシーズン始めのね、初日が一番楽しいですね、私は。いやーね、シーズン6かなりね、アップデート情報ね、大型アップで入ったんですけど、あれをなんか毎月小出しでできればね、もっとみんなね、長く続けられるのかなと思いますが、おいー長き道を歩む。長き道歩んでるわ。もうね、リリースから1年3ヶ月ぐらい経ちますね。いや、50枚のテンポ900確定は徳川家康なんですか？なんか前シーズン6割ぐらいの確率でね、シーズン2、シーズン 6？ シーズン5部署がね、当たったと思うんですけど、いやー、これマジか外していく。32の 64% ですね。の確率で、シーズン6部署でしたが、残りの 36% 引きました。もう、今何連ですかこれ、40、50連引きましたね。さあ、60連目行きましょう。いやー、頼むよ。ここ光って、札も光ると、筆も光るとね、テンポ900確定なんですが、いや、でもさっきね、真田幸村がね、筆光ってなくても出てきたんで、これはなんかもう、札が光ろうが、筆が光ろうが、関係ないんですかね。いやー、欲しいね、シーズン6部署で1枚は全員欲しいですね。なんせ技能がかなり強いんでね、全員。あとはね、本田小松さんがね、私ね、今までの女性部署で一番可愛いなと思ってましたんでね、はい。個人的な癖に刺さったんでね。いや、本田小松は欲しいな。今までね、女性部署だと私は早川殿がね、一番推してたんですけど、いや、ちょっと今回上回ってきたかな。なんか、綺麗めなお姉さん系で、でもちょっと可愛くもありつつみたいな。2枚目来ましたね、オブトラマシさんね。あ、あれか。雫ぽちゃーのオブさんか。じゃあ2枚来ました。もう1枚誰ですか？高坂男女。まあ、武田家がだいぶね、占めてますんでね。今期やっぱりね、牙が、かなり優遇されてるのかな。牙弓ですよね、あとね。弓はね、かなりね、並走を実装されてね、なんだっけ、号泣だっけなんか、出会い頭に一発ね、クリティカルヒットを食らわせるみたいな閉館になりましたんで、弓はね、今期かなりね、重要な閉館になってくるかなと思いますね。まあでもやっぱり一番強い閉館はまだ鉄砲かなと思いますね。若干のアフが入ったけどね、結局鉄砲が一番強いというところで、長野さんが2枚目。おー、マジかえ里見じゃない？里見だね、はい。いやー、雫ぽちゃんでいいなと思ったら、結局、はい、武田長野、里見、武田ということでね、なんとも言えない武将が入りましたね。さあ、これで、今何連目でしょうか ?80 連目ぐらいですかね。はい、札は光っておりますが、おーっと !SSR の引き自体はいいですね、はい。枚数的には問題ないですね。あとは中身の問題。さあ、デビ900は来ません、柿崎さんです。いやー、なかなか当たらないというところでございますが、全然出てこない。ここでね、はい、天賦900確定が出てきますんでね。さあ、20連目いきましょう。天賦900確定が2枚目ですね。いきましょう。1枚目は徳川家康さんでございました。さあ、2枚目、シーズン6武将で頼みます。誰でもいいからシーズン6来た。これは本田小松じゃない？天賦900の女性武将っていうのは、本田小松しかいないんじゃないかな。はい。来た。やっと来た。私の壁に刺さる本田小松さん。おいでやすですか、これ。見ていきましょう。やったーかわいいはい。小松と申します。可愛い、なんか綺麗だし可愛いですよね。はい。これ今期のアイコンにしようかな。私なんかね、ポケモンとかでさ、こう、なんか男なのに女性主人公とか選ぶやつ、昔嫌いだったんですけど、なんか最近ちょっと気持ちがわかるなと思ってね。はい。何の話でしょうか。えいやあはい、来たー私ね、シーズンごとに毎回このね、3回筆振るやつはね、1回は当たってますね。女性武将が入っておりますので、シーズン2武将だったらガラシャが入ってくるのかな、今回ね。さあ、1枚目誰ですかまあ、細川忠興さんね。シーズン2の武将でございます。地味にね、天賦850武将は、甘利さんが当たったか。なのでね、まず天賦900、まだね、天賦900の武将で当たってないのは、真田信之さんと本田忠勝さんということでね。はい、当然のように松さんが出ました。いや、なかなかにしてほぼほぼ引いてんじゃないあと2枚ですよ。あと2枚でフルコンプ。甘利さん2枚目。噂をすれば甘利ですね。結構いいペースで今日は来てるんかなと思いますが、着々とね、名所登場はなくなってきております。さあ、任せてみましょう。任せていきますかさあ、この札が光らなくてももはや出るときは出ますので、かなり運がいいんじゃないでしょうか。やっていきましょう。さあ、ここに来いポンポンポンオブトラマサ。オブトラマサなんか4凸ぐらいいけんじゃないこれ、ほんま。もう多分3枚ぐらい出てきてるよね。さあ、そろそろいい武将来ないかな来い信繁も2枚目。なんか同じような武将ばっか来ますね。さあ、これで、100? 何連目でしょうか ?130 連目ぐらいかな参ります。いやー、今回、おースキップしたら3連来ましたね、SSR ね。はい、ただ、あまりたまらずということでね。いやー、3枚ずつ、あまりさんとオブトラマサさんが手に入りました。目指すのはそこじゃありません。さあ、ここがね、来たいところです。いけちょっと待って。ちょっとね、あまりの4カードは効いてないのよね。あまりの4カードいらんのよ。いや、私ね、今期もね、一応今んとこはね、足軽で行く予定なんでね。いらんのよ。言うてね、騎馬武将ね、こうね、貫突というかね、対処できるような武将が、まあ、前田圭司さんしかいないので、てか、なんなら圭司さんもね、装備じゃなくて秘伝か。秘伝がついてないのでね、これね。いや、ちょっとなかなかいなくて、結局、足軽で今期もやるかみたいな。テンションでいるんですよね。あと3枚。19回で天賦900確定。優勝小判はほぼありません。なので、今シーズンも課金ですね。おー、来た !3 枚ではい。あ、ここは光んないね。はい。ただ SSR の排出率自体はね、かなりいいんじゃないでしょうか。もしかして今期あれ、SSR あれ、シーズン1、シーズン2が増えたことによって、SSR がだいぶ当たりやすくなったみたいなオチあります通常で。なんかそんな気もしなくもないけどね。はい。この辺の計算私苦手なんで、有識者の方はぜひ教えてください。いやー、まあ、こっからだよね。こっからひとまずね、このケチって優勝小判150で引いてみましょう。これ一発でパーンと出てきてくれてもいいんですよ。出てくるわけがなさそうですね。はい。出る気が全くない。これね、もうね、SR オブトラマサと見た。あ、違ったわ。直江さんでしたね。はい。さあ、こっからです。こっからが信長の野望波動でございます。皆様。今シーズンですね、商店。期間限定でまず、こちら、名称と、名称という所ですね、が変えますと。で、これ前からあったかな毎月のところにね、これ、天賦900確定シーズン6なんていうね、札、あったんですよね。これ前からありましたっけ私初めて見たんだね。ちょっとこれ今回ね、買っていきたいと思います。あとはですね、まあ、覇行の感情かな買いたいなというところですね。また、小判購入特典で手に入る武将は、こちら、はい、オブトラマサさんと、おっとっとと失礼、オブトラマサさんと、甘利虎康さんということでね、もう、3、4枚持っておりますので、小判購入特典は正直そんなに魅力はありません。まあ、ただね、このね、11,800 円というか、まあ、全てで優勝小判、無償小判がね、買った値段の半分ずつ手に入りますんで、まあ、これが一番ね、小判のね、量としてはお得なのかなと思いますね。さっきご紹介したね、添付規約のね、確定券とかは、小判はね、買った値段の半分になりますんでね。まあ、ただ、この名称という上ね、添付規約はね、かなりお得かなと思いますんで、まず、これ買っていきますか。いきます。いってらっしゃい。今期11,800円からの課金です。はい、買ってきました。シーズン6ね、添付規約確定券も手に入れたというところですね。あとこちらですね、はい、シーズン、5部隊開放に入っております、この本田小松さんとね、甘利さんということで、怒涛の甘利を知らない今期。いやー、本田小松は持ってるんだよなー。真田幸村、本田小松持ってますんで、あとは信之さんね。お兄ちゃんと本田忠勝さんが手に入れば万々歳ということでね。なんか今引いたら当たる気がするんで、これやっていきましょう。サラダのブーキが出てくるとね、私は信じてますんでね。噛んでないよ。さあ引いていきましょう。来いサラダの信之、なんか信之さんしか当たる気がせん。はい。参ります。まずはここで男性武将が来ることを願いましょう。男性武将がピッと、本田忠勝が娘、小松と申します。さっきも聞きました。可愛いからよし。うわー、4分の1外してっかー。で、あと残ってる優勝小判がね、はい、6000、6000ありますんでね、20連は引けるでしょう。ということで、添付規約確定まで引けますんでね、行きましょう。さあ、これを20回引いて150連といったところでしょうか。いやー、本田忠勝のね、別バージョンは正直ね、私今はね、使える気がしないんで、他の3名が欲しいんですよね。まあ、本田忠勝もね、かなり技能が強い。というかね、一番最強まであるんでね、欲しいっちゃ欲しいんだけど、今普通にね、今までね、理系部署に出てきた本田忠勝使ってるんで、いや、ちょっとそっちとどっちを入れるかなみたいなね、金が気になるところですね。おいこれあれだよ、添付規約確定じゃないよね。やば今回さ、真田幸村と明智光秀と、そしてなんかこれが、なんで SR の昇格やね。いらんね。北条芸やんちゃうね。もう、なんか期待させといてね、SR っていうね。お来ると思った、なんか来ると思ったよ。はい。来い庭さんだよ、これ。はい。もうシーズン1とか出すぎてシルエットでわかるわな、SSR。さあ、これで、かなりガチャ運自体はいいんじゃないでしょうか。いやー、やっぱり持ってますね、私ね。ガチャ運は昔から持ってるんですよね。ただ、欲しい真田信之さんが今回も当たらないと。一番欲しいと言ってる武将は毎回当たってない気がしますね。さあ、来い !150 レベルですここで真田信之さん、添付が確定なんでね、1枚は来てくれることでしょう。はい、真田信之に本田忠勝とね、2枚抜きしてくれてもいいんですよ。ね。はい。男性武将です、まず。さあ、次はシーズン6武将化を握りましょう。そして最後に真田信之さんが当たることを祈りましょうということでね。いやー、頼むぜ、ましてね。まずはシーズン6武将。そして真田信之さん、来い熱き真田の血が乱世を求めている。嬉しいんだけど、今じゃなかった。来いもうもう4突する多分、おぶさん。はい、今回150連引いて、なんとね、出てきた武将は、でもかなりいいんじゃないですか？出てきた武将は、本田小松さんが2枚と、甘利さんとかね、おぶさんが4枚ずつぐらい。あとは、明智のみっちゃんと、あと誰だっけ？徳川家康、真田幸村が2枚。かなり添付規約で言ったら、5枚ぐらい出てきたん？えぐくない？ちょっと待って、計算が合わない。真田幸村2枚、本田小松2枚、明智光秀、徳川家康、6枚か。引いてますね、はい。でかくね。150連で6枚ということでね。30連弱で、20連ちょいでね、1枚規約が出ております。ただ、一番欲しかった真田信之さんは出てきませんでした。さあ、じゃあ、こっちを引いて終わるか。ハ行の感情、せっかくね、シーズン5ね、お世話になった一門さん、でね、ハ行の感情もらいましたんで、引きますか。はい、見ていきましょう。ハ行の感情はまた別枠でね、ありまして、これですね、はい。シーズン6、まずは無償小判で買えるだけ。5枚。あ、優勝小判使ったから今ね。まあいいでしょう。シーズン初っ端はね、どうせね、金をパンパン飛ばしますんでね。さあ、この5枚で来てくれたら終了でもいいよ。真田信之さん、来るわけがないですね。行きましょう。飛ばしましょう。はい。あと5枚ですね。あと5枚引いて、SSR 確定15枚でシーズン6確定。シーズン6確定枠はどのぐらいのパーセンテージですか？4枚で 10% か。2.5%、2.5%。20連だけ引こうかな。あと15枚分ね、買っていきたいと思います。はい、小判交流特典でね、買いましたので、こちらね、特典受け取りをね、やっていきたいと思います。小判交流特典はね、いつものごとく、一番高いのを1個買いました。11,800円のやつですね。なので、かける2の今、23,600円ということでね。さあ、皆様ね、無課金、美課金の皆様、こんにちは。ね、ガチャを引きたくても引けないという、そこのあなたね、私の動画でぜひね、一緒に引いてる感覚になっていただけましたら嬉しいところでございます。やっぱりね、ガチャを引くというのはね、もう実況者の宿命かと思いますんでね。さあ、頑張っていきましょう。来い。いやー、このハ行の感じはあんまり来る気がしないんだよな、なんかな。さっきのサラネキムラ2枚でなんか、運を使い果たした感が若干ありますね。はい。てか、明智光秀が出てきたしね、なんかね、運を使い切った感があるんですが、これは柿崎さんもいらんねんな、もうな。いやー、牙使ってないんだよね、私ね。いらないんですけど、さあ、ラスト5枚ね、これでシーズン6確定。ハ行の感情、パワーを見せてもらいましょう。来ないし、けど、来ないけど来たみたいなね。ただ、欲しい武将が来てくれないと、SSR が何枚いようが、正直どうでもいい感は否めないですね。来い！もういらんって、大人もさ。そろそろ秘伝つくで、秘伝。来い！これは後半で失速するパターンでしょうか。あとこっちが5枚で SSR 確定。もういいかな。今回ね、150枚の100、20枚か。20枚引いたので、170連といったところでしょうか。最後ちょっとこっちで祈ってく。無償投与で祈ってく。はい。170連の108、あ、皆様、了承投与76枚持ってました。ということで、250枚くらい引いていきましょうか。はい。ここで1枚ぐらいね、天賦巨悪が出てくれたら、万々歳じゃないでしょうか。はい。なぜお前は SSR の方から引いて SR で最後締めるんだ。順番が逆じゃんということでね。はい。ちょっとね、これ、金筆とか引かなかったらね、すべてね、スキップしていきたいと思うんですが、なんか1枚くらい来てくれてもいいんじゃないの？どうですかね、皆様いかがですか？はい。皆様に聞いてもしょうがないですね、これ。梅さん、どうですか？はい。私、信長の野望波動ね、リリース当初から遊んでおります。はい。ね、おかげさまでチャンネル登録もね、5,300、今何名かいますね。はい。ありがたい限りでございます。皆さんね、励みになっております。ね、こうやってね、課金を続けられるのもね、皆さんが見てくれてるおかげでございますんでね、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。さあ、ここで最後、真田信之さんが出てきてくれて、ね、今期も頑張っていきましょうと。回でした、はい。いやー、武田の信繁さんは、もう3、4枚出てるよね、今日ね。もういらんねんな、乾燥してんだよな。さあ、今回ね、ガチャ250連ということでね、名称という賞が何枚か入っておりますが、そこはね、はい、ご愛嬌ということで、さあ、ラスト20枚いきましょう。これで SSR 確定なんでね、さあ、ここで、真田の信之さんが来てくれて、今期も一緒に頑張っていこうというのはね、もうなんか2、3回言ってる気がしますが、もう逆にやってていい？なんか、斎藤さん来る気がするわ。斎藤義達。嫌な逆張り。さあ、来い！信之！あ、織田信忠。なんとも言えない武将来ましたね。シーズン2武将ですね。さあ、最後10連ありまして、終わっていきたいんですが、これ出る気もしないんでスキップしましょう。さあ、6枚もね、しっかりと使い切って。で、無償小判が余ってるんで、900、余ってるって言い方なんだよな。こっち500。あと13回で SSR を獲得。ちなみに SR のね、こちらのね、了承投与に関しては提供割合は SSR 確定で、あ、ヒック。あ、了承投与はあれなんだね。シーズン1部署と変わんないというか、あれだね。天賦850以下がすごい確率高いんで出てこないでしょう。はい、というわけでね、今回ね、ガチャを250連ぐらい引きました。出てきた武将としましては、本田の小松さんが2枚と徳川家康さんが1枚。徳川家康さんはね、乾燥させましょう。はい、はい、急ぐ必要ないですね。そうですね、シーズンね、6まだ始まったばっかりですのでね、これからもね、ガチャ引く機会あるかなと思います。ね、新しいね登場武将とか出てきましたので、そこと合わせてね本田忠勝さんとね真田信之さん狙っていきたいなと思います。ただ真田信之さんね、同士討ちの効果を半減するっていう議論を持ってますんで、毛利元就対策としてねすごい使いやすいのかなと思いますんでね、はい、持ってる方はぜひね寄り切りを副将でもね入れてみたらいかがでしょうかということで、出てきた武将はそんなところでしょうか。はい。待ってて、あんまり飛ばないです。3に行くのか。言っとく一応。一応、小生楽さんにしとくあまりさんね。で、肝心のオブトラマサさんは何枚出てきましたか。オブトラマサさんが一番正直何枚出てきたか気になるんですが、小生楽5に行くってよ。8枚出てきたってよ。一応4枚であげとくか。ね。これでオブさんの秘伝がすげえ強かったら、めちゃくちゃいいなと思うんですけど、騎馬ゾインでございました。はい。というわけでね、今回ここまでにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらね、高評価、コメント、チャンネル登録いただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。